せてくれるよね。そうそう、もうわ、もう見ててもよく分かんなかった。会場にいつも分かんないんだよね。うん、うん、すごかった。演出が、うん、今回はどんなステージなんでしょう。これ去年だよね。はい、去年の紅白 3DCG とステージ映像の合成すごかったですよね。そんな紅白のステージを作り上げるのが、はいはいはい、リオオリンピックの閉会式で演出に携わったこのお二人、今年の紅白の見どころは。すごいね。今年はですね、カメラの位置に応じて映像を変化させることで3次元空間の中に、まあ、Perfume がいるように見えるような演出をちょっとトライしてみました。撮影しているカメラの位置を認識するためのカメラが50台以上天井に付いてあります。いろいろなセンサーを使うことによってより不思議にダイナミックに映像が変化して、まあ、テレビの人だけしか楽しめない演出もあるのでぜひチェックしてみてほしいと思います。音と映像はもうバッチリハマっているので3人のダンスがちょっとでもずれられないという難しさはあると思います。3人のキレキレなシンクロしたダンスとこの今回の演出の効果がバッチリハマってすごいことになるのではないかと私も期待しています。今年はフラッシュという楽曲をやるんですけれども、この曲をダイナミック VR といって V 撮ったりとか出とるように見えるとか、ちょっと説明すると難しいんですけれども、見ててびっくりするような不思議な感覚になるような演出とともにパフォーマンスをします。皆様ぜひ見てください。なんだろう、聞いてもよくわかんないね。ダイナミック VR ですか、はい、なんかヒーローロボットの技みたいなさ。ダイナミック VR って感じだもんね。でもまあもう世界最先端の、うん、もう舞台演出でしょうから、うん、ぜひ期待していただきたいですね。楽しみですね。楽しみ。これは、うん、